アンボリケさん、お疲れ様でした。お願いします。試合が終わっても率直な感想をお願いします。めちゃめちゃ緊張しました。はい、初めてのバトルですか？もちろん初めてには見えないぐらい、かなり本当ですか？もう緊張すぎて何喋ったか覚えてないんですよ。はい、で初めて、人生で初めて、まあ、格闘技の舞台でやったらもう多分200戦300戦死ぬんですけど、人生で初めて緊張でゲロを吐くって意味が分かりました。はい、終わってから初めて吐きました、緊張で。格闘技の試合よりも緊張、緊張の種類が違いますね。はい、このドキドキの緊張から本当に腹が気持ち悪くなるぐらいの緊張を初めて食らったんで、はあ、なるほど、自信がないことをしたらこうなるんやっていう。シンペダさんからはどのようなことを教わったんですか？はい、まあラップの基礎を教わりましたけど、まあもう3週間とかなんで、それでバトルで行かせる、まあ、わけがないとは僕は思ってたんで、だからまあその熱い気持ち舐めさせない、それだけ持ってと、そしたらその気持ちが相手にもお客さんにも伝わるからと、まあ、そういうふうにニュアンスのことを、まあ、教えてもらいまして、まあ、それは、うん、練習もしてて熱さ的な部分は出せたかなっていうふうには思いますね。またこういうオファーがあったら、いや、わかんないです。出場はいや今は出場したいですと言えるような状態じゃないんで、もっと、まあ、自分自身ラップのスキル、まあ、ラップ自体は本当に、うん、なんやろ、まあ、オファーいただいた話ですけど、まあ、最初普通に、え、なんでラップってなりましたけど、まあ、やちょっと、まあ、軽くやってみるかということでやってみたら、まあ、本当に楽しくて好きで、続けてたんで、だから またやってみて、自分に自信がある状態になれば出てもいいかなと、はい、思ってます。ファイトマネー用意してください。ぜひお待ちしてます。はい、それでは最後にですね、ファンの方や友人、はい、ご家族に伝えることがあれば、はい、ぜひカメラに向かってお願いします。そうですね、まあ、今回初めてラップの舞台に参戦しましたけど、まあ、本当に多分ラップに打ったから格闘技界がラップに参戦で、これは格闘技を広めるための挑戦、本当にそのつもりでやりました。だから格闘技の試合もぜひ見てください。ありがとうございます。ありがとうございました。